島市通り鹿屋線は、三重県島市阿賀町高画を通る市道。阿賀町高画の集落と、国道260号を結ぶ役割を果たす。2013年3月1日三十県国時第130号により、廃止されるまでは、三重県道728号里鹿屋線という、一般県道であった。二千十三年三月一日付で、島市通り鹿屋線となり、 三重県から、島市へ移管された。ただし、歩道部分は、三重県道129号磯部べ、大王自転車道線として、三重県道728号に鹿屋線とは別の、県道認定を受けているため、県管理のまま残された。高額地手前の道は、国道260号。里鹿屋線は左折。交通信号機のある交差点であり、3カ所の、 横断歩道が設置されている。ただし歩行者用信号機は一箇所しか設置されていないため、島市から三重県警察本部へ歩行者用信号機を増設するよう要望を出している。東海小学校、東海中学校への通学路として利用される。ABCD、e 過去のお知らせ。三重県島建設事務所。2021年9月7日閲覧。 AB アゴ調子編3委員会編 2000P288ABCDEF 平成25年3月1日30県告示、第130号県道の路線の廃止及びその関係図面の縦覧ハット AB000120633 三重県島建設事務所2021年9月7日閲覧 ABCDEFGH 平成22年度道路交通センサス、一般交通量調査課処別基本表、国土交通省道路局、2021年9月7日閲覧。ABCDE、島市通学路交通安全プログラム通学路、危険箇所対策内容一覧。島市、2021年9月7日閲覧。ABCDEF 島市市長公室。 東宝島2017年10月号。島市市長公室。P82021 年9月7日閲覧。AB、甲賀口の時刻表。ナビタイム2021年9月7日閲覧。甲賀口給油所。綺麗を長く。の、カーコーティングキーパー。2021年9月7日閲覧。島高架店。店舗検索。ファミリーマート。 2021年9月7日閲覧。AB 昭和34年1月25日三重県、国時台17号の2、県道路線認定。ありがとうございます。